いやもう勝ち点3を絶対に取らなくちゃいけない試合だと思ってますし、ワンチームワンミッション。そうですね、シーズン序盤にあったような戦い方ができてないのもそうですけども、その首位にあと少しで迫った頃に比べると相手も研究してきてますし、うちのサッカーをだいぶ研究されてサイド攻撃を封じられてからあまり攻撃がうまくいかなくなって勝てない時期が続いていると思っていますので、そのなんていうか相手に研究されても勝てる力をつけなくちゃいけないんだなと感じてます。いやまずは一人一人がやっぱりゴールへの意識を持たなくちゃいけないと思いますし、僕ら中盤の選手もゴール前入っていかなくちゃいけないし、ミドルシュートなどシュートの意識を高く持って試合に臨もうと思ってます。そうですね、ナビスコカップも挟まれたりしてそこまでチームの雰囲気が悪いというわけではないですけど、やっぱり勝てないというのはやっぱり一人一人が自覚していると思いますし、そういうなんていうか危機感を持って今はいい雰囲気の中で練習できているんじゃないかなと思います。もう勝ち点3を絶対に取らなくちゃいけない試合だと思ってますし、これ以上、勝てない時期が続くとどんどん下も見えてきてしまうので、ここでなんていうかもう一度連勝して、上に行けるように、そういう何かきっかけをつかめるような試合にしたいなと思います。毎週試合が入ってきて、まあ、そういういいリズムで生活も送れてますし、疲れもそこまでないので、なんていうかいい感じの体でここまで練習も試合もできてるかなと思います。いやまだまだ首位もなんていうかそこまで離されてるわけでもないですし、なんか一つきっかけをつかめばまた首位も狙える位置に行けると思うので、ここからもう一度なんていうか気持ちを切り替えて試合に臨みたいなと思いますし、僕もまだリーグ戦でゴール取れてないんで、そういうのを意識しながら試合をしたいと思います。ここ最近勝てない試合が続いて、サポーターの方々にも勝利の喜びを味わってもらってないので、次はホームの川崎戦ということで、僕たちも勝ち点3というのに飢えていると思うので、サポーターと一緒にもう一度、アウスタで勝って勝ち力を一緒にやりましょう。よろしくお願いします。ワンチーム、ワンミッション。